英文リーディング、スピードを上げたい人必見。ある特別な方法を使って英文を読むと、速読力が3倍になったとか、トイックが最後まで解けるようになったとか、受験生からは偏差値が上がったよとか、などなど反響が続々です。<laughs> 英語の長文が苦手だけど早く読めるようになりたい。リスニング力を向上させたい。 そんなお悩みを抱えていた英語学習者がしたある方法とはサイトトランスレーションという読解法です、えー、サイトトランスレーションとはですね英語を英語の語順のままで読んでいくための読解法になります英語を意味の塊ごとに区切り前から読んでいく読み方なんですね帰り読みをしなくなるので英語を理解するスピードがね上がるんですよ えー、スラッシュリーディングやチャンクリーディングなどとも呼ばれていて、まあ、英語能を作って速読をするためにとっても有効な方法です当チャンネルゲラ・ラングウェッチ・オンラインでは身近で楽しめる Twitter の投稿を使って生の英語を読むことで本当に使う英語を学んでいきますさあということでね早速始めてみましょう Let's get started さあ えー、本日のお題ですね。えー、こちら投稿者フェンさんからですね。はい。えっ、ー、と、文章ですね。このようにね、あの、塊ごくとにすでに区切って、えー、カバーしてあります。で、これを一個一個開けていきながら理解していくので、あの、戻り役とかもしないし、先をちょっと読んだりとか、そういうこともしなくていいっていうね。すごい便利なツールですね。さあ、やっていきましょう。 えー、行きましょう。my mom is a prosecutor and ですね、えー。私の母は検察官でっていうことね。The、prosecutor これ検察官っていう単語だね。はい、じゃあ行きましょう。every year これは毎年だね。はい。えー、次いくよ。she brings up the fact さあ、これの意味は彼女は 事実を持ち出すっていうね。bring up っていうのは持ち出すっていう意味ですね。で、えっ、ー、と、なんかある事実があるんだよね。これもなんか多分毎年言ってるんだろうね。the fact って書いてあるからね。だがついてるとそのっていう意味になりますからね。はい、じゃあ続きいきましょう。that さあ、これは関係代名詞になりますね。この that って訳しにくいと思うんですけれども、サイトトランスレーションでは、どんな何々かって言うとねっていうふうに訳すんですね。えー、ここでは、どんな事実かって言うとねっていうふうにやると、すごく読みやすくなりますね。さあ、どんな事実なんだろうね。ちょっとワクワクしていきながら読みましょうね。えっ、ー、と。 Mother's Day is the day with ここで切りますねえっ、ー、と母の日は何々の日だですね with っていうので何かと何かにまつわる日だっていう意味で with がついてるんですよねなので、えー、と with の後が何なのかなって思いながら読む、まあ、これがねあの英語を読んでる感覚なんですよね次どうなの次どうなのっていうねさあ続きいきましょう with なんだろうね the lowest crime ああ、なるほど。えっ、ー、とね。犯罪率だね。クライム犯罪だからね。犯罪率が最も低い日だっていうことね。なるほど。あの、あれだね。お母さんを、こう、あの、敬う日であるのでね。お母さんの日だからね。だから、あの、人々は普段、ね、あの、犯罪を犯すような人でも犯さないんだよっていう意味なのかな。まあ、いい日ですね。うん、さあ、えっ、ー、と、続き行きましょう。 I think, 私は思う。ほうほう。えっ、ー、と、that says a lot about. さあ、ということでね、えっ、ー、と、ここですけど、この that っていうのが、えっ、ー、と、つなぎのね、あの、接続詞かなと思った人がいると思うんですけど、これ that は、あの、一旦省略してあるので、that, that っていうのが本当はフルサイズの文章だね。なので、that says A lot about. ここはね、それが非常に意味するのはっていう意味になります。えっ、ー、と、says は、うん、means ね、意味するっていう動詞の mean っていうのと入れ替えてもおかしくないね。あの、that っていうのは えー、Mother's Day is the day with the lowest crime っていう、あの、この一文自体を指してますね。このことはっていうことですね。はい。えー、そ,それが非常に意味するのは、about 何々についてであるっていうことだね。えー、続き行きましょう。How many moms commit crimes? <laughs> えっとね、これは、どれだけ多くの母親が、えー、犯罪を 犯しているかについてであるっていうことね。<laughs> ものは考えようですね。これすごく逆説的な感じだよね。え <laughs> っと、えーあの、そのお母さんたち、犯罪を犯してるのがその子供たちじゃなくてお母さん自身や言うてるんですよね <laughs>、えー。続き読んでいこうかな。 えー、throughout the year 一年を通じてまあこういう言い方をよくするね throughout the year ねはい続きいきましょう but can't today ですねけど今日はできないって訳しましょうえっ、ー、とこれいろいろ省略してあります but、uh, they cannot commit crimes today ですねこれはもうめっちゃ短くあの省略して言ってますねはい そして、えー、because なぜならば、えー、they are too busy 彼らは、彼女たちかな彼女たちは忙しすぎる、えー、なんだろう、i <Being> n celebrated <laughs> えっと、お祝いされるのにっていうことです。お母さんたちはね、忙しすぎるんだよっていうことです。お祝いされるのに。なので、あの、犯罪を犯してる暇はないというのが、えェ、ー、インさんの考えです。ものは考えをですね、全然違う方向からだね。 へえ <laughs> っていうお話でしたえーとねちょっといくつかねあの words and phrases あったと思うのでちょっと復習していきましょうまずね単語いきましょうえ r、ー、プロセ c u t o r これは、えー、検察官っていう意味だねはいえーと次いきましょう bring up えー、あのとある事実とか話題を持ち出すっていう時に使ってましたね持ち出すになりますさあ続きいきましょうえー、commit a crime えっと、これよく使いますね。うん、覚えといた方が、あの会話でもよく使うあの単語ですね。犯罪を犯すとかね、いう意味になります。じゃあ続きいきましょう。That says、さっきやったね、えー。それが意味するところはって訳してください。えー、っと、That means と同じ意味,か意,味意味になりますね。それが意味するところはですね。えー、っと、Throughout the year、さっき言いましたね。 えっと一年を通じてっていうことですね。はい。えっ、ー、と、too busy doing ですね。えっ、ー、とここの文章では何々するのに忙しいっていう意味でしたね。あとね、あの、too busy to do っていうのありましたよね。 えっ、ー、と、これもね、微妙な違いがあるんですよね。これは、〜何々忙しすぎて〜何々できないっていう意味になるんだよね。これが、えっと、too busy, ing と too busy, t o be の違いになります。はい。っじゃあ、面白かったね。さっきの文章ね、えっ、ー、と、もう一回頭からお尻まで読んでいくので、あのリスニング楽しんでみてください。じゃあ、いきますよ。3、2、1。 My mom is a prosecutor and every year she brings up the fact that Mother's Day is the day with the lowest crime. I think uh, that says a lot about how many moms commit crimes throughout the year but can't today because they're too busy being celebrated. <laughs> ちょっと自分バージョンにねあの改良していろんな話マザーシデーの時になって言えたら面白いですよねさあえっ、ー、と最後復習いきますよさあえっ、ー、と今のところを、えー、先の意味の塊ごとに日本語をねやってますので英語を思い出してくださいやってきますさあえっ、ー、と私の母は検察官で覚えてるかなどうぞ My mom is a prosecutor. And ここまで言ってもらったらいいね。はい、思い出せたかな毎年これはできるね。はい、これは、Every Year になります。彼女は事実を持ち出す。さあ、どうぞ。はい、いきますよ。She brings up the fact. はい、OK、言えたかなえどんな事実かというと、いちごだよ。 That になりますねはい続きいきましょう。母の日は何々の日だ。どうぞ。はい。OK。Mother's Day is the day with になりますね。言えたかな続きは。犯罪率が最も低い。どうぞ。はい。いきましょう。The lowest crime. になりますね、はいそして私は思うパッとはいこれすぐね I think ですね、okay、それが非常に意味するのは何々についてここまでいきましょうどうぞ <noise> はい That says a lot about ここまでですね、はい、続きいきますよどれだけ多くの母親が犯罪を犯しているかに続き、はい 行きましょう。はい。how many months commit crimes ですね。オッケー。一年を通じて、どうぞ。はい。答えは。throughout the year になりますね。<laughs> けど、今日はできない。どうぞ。 はい、いきましょう。But can't today. それだけですね。いろんな省略がありましたね。えー、なぜならばはい、これは Because ですね、okay。彼女たちは忙しすぎる。どうぞ。はい、いきますよ。They're too busy. こうなりますね。最後、お祝いされるのに。はい。 being e e c l ですね。えっ、ー、と、されるだからね、これ、あの、受動体になりますよね。OK! さあ、こんな感じになりましたね、皆さん。お疲れ様でした。今日もね、番組を最後までご覧いただきましてありがとうございます。えー、我々のゲラ・ラン a g e チ・オンラインの YouTube では、もうこの他にもね、たくさん、えー、楽しく学べる動画がいっぱいあります。えっ、ー、とね、 再生リストですね英文サイトトランスレーション、語順のままに理解するっていうのをクリックしてもらったら、あの今日みたいな、えー、サイトトランスレーションの動画がね、もういっぱい出てきますね。はい、ぜひあの見てみてください。さあということで、えー、Thank you very much for watching the lesson. See you in our next video. Bye for now! ここのこのチャンネルは イェイ右半身左半身現役英会話講師による夜面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよよだからまずはチャンネル登録登録よろしくお願いしますします